こんにちは、MBです。さあ、今日はですね、無印良品のおすすめ3選ということでやっていこうと思います。今の時期だと2023年秋冬のセール品と2024年春夏の新作が混在している時期ではあるんですけれども、僕が何も考えずに選んだ新作とかセール品とかじゃなくてね、何も考えずに選んだおすすめ3選を今日は紹介させていただきます。今のところどれもですね、1個セール品が今回入ってるかな。今のところどれも在庫が通販サイトでも残ってますので、もし気になったらですね、概要欄の方に紹介した商品は載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。そして本編の前に、私自分のブランド MB アイテムを毎週日曜日の夜9時から必ず新作発売しています。概要欄の方から MB アイテムストアのリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。最近だとプラダとかエルメスが使うリモンタ素材を使った MA1 だったり、もしくは、イタリア素材、イタリア製造のハイブランドメゾンと変わらないものづくりで作ったリモンタナイロンのバッグ、あとは MB アイテムの中でもオックスジュエリーというブランドでやっている、僕が使っているシルバーのブランドなどなどやってますので、よかったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは本編いってみましょう。さあ、まず最初の一つは、再生ウールコンコート、税込み 17,900円でございます。これ無印のサイト内の評価も非常に高いんですけれども、こちらをちょっと紹介させてください。もうこれ2023年秋冬のセール品になってるんですけど、いくつかの店舗を実は無印回ったんですけど、これ結構どこも残ってます。で、オンラインサイトでもサイズも割と豊富に揃ってるので、今からでも全然問題なく手に入れることができますので、ぜひチェックしてみてください。実物こちらですね。僕は XL サイズを購入しました。再生ウールっていうのがちょっと気になる方もいらっしゃるとは思うんですけど、再生ウールってつまり歯切れだったりとか、まあ、生産工程で出てきちゃったウールのその切れ端を粉砕して、もう一回そのウールの生地にするっていう技術があるんですね。リサイクルレザーとかは割と有名ですけれども、使わなくなったレザーとか歯切れのレザーとかを一回粉砕してシート状にする技術があるんですよ。まあ、それと多分同じことかなと思うんですけど、再生ウールのその現場は僕見たことがないので、ちょっとその具体的にどうっていうのは工場見学そこはしてないからわからないんですけれども、おそらくほぼ同じ技術なんじゃないかなというふうに思います。歯切れを集めてシート状にする、まあ、すごくこう理にかなってますよね。特にリサイクルレザーとかは割と最近出回っていて、通常のレザーよりもやや安価でその素材にすることができるので、まあ、もちろん歯切れだからね、本来捨てる歯切れを集めてるわけでも、元々は天然繊維である天然素材であるレザーとかウールなので、まあ、高級空間はちゃんと残したままシート状になって、まあもちろん本ちゃんのウールとか、まあ本物っていうか、まあどっちも本物なんだけど、レザーとかと比べるといくつかのまあデメリットというか、はあるっちゃあるんですけれども、ただまあ本当にこう見た目の印象としてはリサイクルレザーも合皮とかでは全然ないですし、このリサイクルウールとかもパッと見でリサイクルウールだってわかるような風合いは全然ないです。ただまあ通常のウールとかと比べると、こう熱付感だったりとか、ちょっとこう粗が出てるのかなとは思うんですけれども、ちょっとそれがリサイクルウールの特性なのか、それともこのコートに合わせてそういう素材作りをしているのかは少しわからないんですけれども、ただなんかそれが逆にこのコートに関してはヴィンテージっぽいような、この熱付感、毛玉とかがついてるような熱付感だったりとか、あとはミックスした糸を使ってるような雰囲気になってるんですね。通常もっとつるっとしたウールとかできると思うんですけど、これはなんかこういろんな色がちょっとずつ入ってるようなミックスっぽいような風合いになっているので、ただそれが本当にこうヴィンテージ感があるような仕上がりになっていて、まあ、再生ウールっていうエコな素材を使って、でなおかつ天然素材であるウールを 70% 以上入れてるかな、 70% ぐらい入れてると思います。 72% ですね。あとはポリエステル、ナイロン、アクリル、レーヨンと入ってるんですけど、で裏地はポリエステル100ですね。でそういった感じで天然繊維すごくこう高混率で入れているので、風合いとしては非常に高級感がある。でなおかつこのミックス糸っぽい感じだったりとか、熱付感だったりとか、で、グレーに関してはこうヘリンボーン柄になってますね。ヘリンボーンっていうのはこういうこう斜めにこう線が入ってる。イワシの骨だっけ？ヘリンボーンってね、日本語にするとね、確かそうだったと思いますけど、まあ魚の骨みたいな、イワシじゃないっけ？なんだっけヘリンボーンって、イワシだっけ？まあいいや、調べて。魚の骨みたいな柄なんでヘリンボーンって言うんですけれども、まあ、ツイードのね、素材とか、まあイギリスのカントリースタイルとかでよく使われる雰囲気のある素材感ですね、ヘリンボーン柄ってね。スーツとかでもよく用いられますけど、
本当にヴィンテージのコートみたいな雰囲気で作られているので、非常にその風合い自体は他のファストファッションと比べると圧倒的にクオリティ高いと思います。無印良品ってちょっとサイズ感ちっちゃいのが難点かなって僕は前から思ってるんですけれども、まあ無印良品って名前の通りですけど、日本市場を強く意識している、まあ日本のね展開店舗数が多いブランドになっていますけど、そうすると華奢で、比較的その身長とかも小さい日本人に向けて作るってなると、まあやっぱりコンパクトなサイズ感にならざるを得ないのかなというふうに思うんですね。でユニクロとかはグローバルの展開店舗が多いので、日本の展開店舗数ってユニクロって800店舗ぐらいだけど、世界の展開店舗数ってもう等に800超えちゃってるんですよ。だからユニクロってもう本当にこう国内じゃなくてドメスティックじゃなくてグローバルを見てるので、サイズ感だったりとかもちょっと大きめに作ってあげたりだとか、まあそれトレンドっていうのもあるけど、海外に向けて少しサイズ感をゆったり作ってるっていうのがまああると思うし、ザラもそうだし H&M もそうだと思うのね。でそういうリラックスサイズのトレンド感とかもそうなんだけど、大きいサイズ感っていうのが今流行りではあるじゃないですか。だから無印ってやっぱりちょっと日本人向けに少しコンパクトサイズで作ってたブランドなので、どうしてもそこが気になっちゃってたんですよ。で素材は前からすごくいいものを使ってるし、まあ、デザインもシンプルで割とこう卒がないと思う。ただサイズ感だけが本当にこうコンパクトすぎて今のトレンドに合わない、まあ、日本人が何も考えずに着るっていうんだったら、まあいいかもしれないけど、お洋服好きでおしゃれに着たいっていう人だったら多分もうちょっとリラックス感欲しいと思うんですよね。それが足りなかったから無印ってあんまりこの MB チャンネルでも紹介しなかったんですけど、去年ぐらいから結構サイズ感とかものづくりがちょっと変わってきてる感があって、多分僕の気のせいじゃないと思うんですけど、無印が少しこうトレンド寄りになってるものづくりになってる気がするんですね。ユニクロは逆にもうちょっとこうトレンドからシンプルに寄せようとしてますけど、かなりだからサイズがねゆったり感あってリラックスした雰囲気になってるんです。でこのコートも、まあ、さっきも言った通りだけど素材感究極にいいし雰囲気すごくいいで、高混率のウールを使ってるのに 17,900円ってのもめちゃくちゃいいポイントだと思うんですけど、サイズ感だけがちょっと心配だったんですよね。でサイズ感が心配だったんだけど、ただこの去年から始まったその無印のサイズ感ちょっとリラックスした雰囲気になってるので、これ実際に着てみるとかなりかっこいいです。今までの無印と全く違うゆったりしたサイズ感で、本当にヴィンテージのコート着てるみたいな雰囲気になります。ちょっと着てみましょう。着用感こんな感じですね。ほらなんかすげえいいでしょ、リラックス感があって。これちなみに XL 着てます。 176cm66kg の僕が着て XL 着てこのぐらい、なんか本当にヴィンテージのコート着てるみたいな感じじゃないですか。で作りもすごくいいんですよ。ラグランスリーブになっていて、ショルダーのラインとかすごくでかいんですけど、あんまりこう張らないんですよね。これ結構説明難しい気がするんですけど、オーバーサイズのコートとかを着ようと思うと妙にこう肩が浮いちゃう、でかい肩でなんかバブル時代の肩みたいになっちゃうっていう人たまにいると思うんだけど、生地が硬いもの、こういうウールとかでも生地が硬いものでオーバーショルダーで作って、でしかもセットインスリーブで作っちゃうと結構肩張っちゃうんですよ。でセットインスリーブっていうのはここに切り替えがあるってことね。でもこのアイテムって、まあ、素材感も厚いんだけどちょっと落ち感は少しあるし、でラグランスリーブになっているので肩自然にこう傾斜してくれるんですよね。オーバーショルダーのものを選ぶとグッて張っちゃうからなんか変っていう人も安心して使えると思います。ラグランのやや落ち感のある素材になっているから、こういうヴィンテージのくたびれたコートの風合いみたいなのが非常に綺麗に再現できています。で前立てもですね、ひよく仕立てになってますね。ステンカラーでボタン、普通にひよくじゃない出してるコートとかもたくさんあると思うんですけど、まあ、ひよくの方がやっぱ古着とか見てるとステンは多いので、まあ、本当に本格派な、作りになってるかなというふうに思いますし、あと布の分量をですね結構裾に向けて結構広めに作ってあるので、歩くと本当にエアリーで A ラインが強調できるので非常に雰囲気いいです。これだからスーツスタイルに合わせても全然いいですし、今の僕みたいにスウェットとかで合わせてカジュアルに着てもかっこいいと思いますから。で襟のサイズもねそんなに大きくないんで、こうやって立たせて使ったりもしていいですし、でウール自体もですねそんなに分厚いウールではないから、真冬専用っていうよりは秋から使えて、まあ春ギリギリちょっと使えるかなっていうぐらいなので、今の時期買っても、まあ、そんなに大損ではないかなというふうに思います。今の時期防毛の分厚いウールのコートとかを買ってしまうと本当に寿命なんてもう1ヶ月ぐらい経ったらもう脱がなきゃいけないっていうのもあるけど、これはまあ裏地もポリで結構軽いですし、生地自体もそんなに
がっつり防寒って感じではないので、東京だったら3月いっぱいはなんだかんだ使えるんじゃないのかなと思うので、今の時期に買っても、まあ、1月の末とか2月の頭に買っても、まあ、2ヶ月ぐらいは使えるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、あとはスタンダードなアイテムなので来年も使えるし、温用のコートとしても使えるので17,900円の値段分の価値は十分回収できるかなというふうに思いますね。続いてこちら、これはね SS の新作ですね。2024年 SS の新作なんですけれども、木の実から作ったカポックコン中綿ブルゾン、税込みで8,990円でございます。無印のあの商品名ってなんか絶妙に日本語の説明文なんで、ちょっとこうあんまかっこよくないですけど、まあそんなのは別にどうでもいいと思うんで、これですね。これ実は僕無印の展示会でも見させていただいて結構感動したアイテムだったんですけれども、いわゆる MA1 ですね。フロントにジップがついていて、サイドにこうポケット、フラップのポケットがついてるだけのシンプルなブルゾンタイプのもの、まあこれ MA1 っていう形ですけれども、MA1 もうここ数年ミリタリートレンドの中でも、まあ、メンズですごく支持されてるアウターですね。まあ、あのメンズのミリタリーアイテムって本当に名作、もうトレンド気にせずずっと愛されてるものたくさんありますけど、モッズコートだったりとか M65 だったりとか、フィールドジャケットね、 M65 フィールドジャケットだったりとか MA1 だったりとか、まあ、いろんなものがありますけど、ファティーグだったりとか、その中でもとびきり人気があるのが MA1 なんじゃないかなというふうに思います。まあ、もともとその航空機の中で、戦闘機とかの中で、まあ、着るものだったんで、戦闘機の中とか爆撃機の中とかっていうのはすごいこう景気がいっぱいあるわけです。コードが出てたりとか部品がいっぱい出てるわけですから、そこにまあ、ごちゃごちゃポケットがついてるジャケットを着てしちゃうと、コードとかが引っかかって事故になる可能性があるので、フライトジャケットってのは基本的にシンプルな顔になっていて、なんか変に引っ掛けて事故が起きないようにしてるっていうのが、まあ、MA1 の大きな特徴ですね。だからすごくシンプルなので、ミリタリーの中でもあんまりギミックが入ってないからカジュアルに転用できるということで長年愛されてるのが MA1 ですけれども、ここ最近はプラダの影響で、ラフシモンズ率いるプラダの影響でかなりビッグサイズの MA1 っていうのがトレンドになっていますね。いろんなブランドがそのビッグサイズの MA1 作っていますけど、無印もそれに乗っかってですね、いつもやってる無印のデザインとは違ってかなりサイズ感大きくなっています。これも僕 XL 選んでいて、普段 L サイズぐらいで合うんですけれども、ワンサイズアップしてますけど、ジャストサイズの L を選んでもかなり大きい感じがあったので、 L 選んでも XL 選んでもどちらにしてもリラックスサイズに着れるとは思いますが、まあ、今のデザイナーズのトレンドとか考えて、大きく着たいっていうんだったら多分ワンサイズ上げて XL ぐらいがおすすめでございます。でこれ素材はですね、中綿が入っております。これカポックコン中綿って書いてある。カポックって何かっていうと、東南アジアに生えてる木だそうなんですけど、僕もあの素材屋さんの展示会でカポック見させてもらったことがあるだけで、どんな木なのかまではわからないんですけれども、まあ、カポックって軽くてですね、繊維の中に空間を作ることができるので、そこに空気を含んでくれて、まあ、軽くてあったかいっていう状態を作り出すことができる繊維だそうです。でそのカポック素材を使って混ぜて、コットンに混ぜて表地を作ってるそうです。で表地と、で中綿が入ってて、で裏地はポリエステルが入ってるって、キルティングのポリエステルですね、キルティングのポリエステルが入ってるって感じですね。まあカポックコンで軽くてあったかいといえど、あの表地こういうコットンの風合いになっているし、で中綿も別にそんな詰まってるわけではないので、これ冬は全然使えないです。あの春と秋の2シーズン使う感じかなというふうには思います。これ中綿って書いてあるから、冬用なのかなって思う人もしかしたらいるかもしれないですけど、オンラインサイトだとそういうふうに誤解しちゃうかもしれないですけど、基本的には春秋着るものになっています。風合いもですね、非常にそのドライタッチで軽く見えるので、まあ、本当冬物では全くないですね。で素材感むちゃくちゃいいです。表地の素材がですね、あのリネンとかシルクを混ぜたみたいな光沢感がすごく強い素材になっていて、あのなかなか天然繊維のコットンだけだとあのこんな風合いは出せない。まあコットンでもね、すごい高級なコットンだったらこの風合い出せると思うけど、カポックとかあの他の繊維を混ぜてですね、高級感のあるシルクっぽいような光沢を出すことができています。これちょっと動画で伝わるか分かんないんですけどね、こんな感じになっています。でそれ以外はほんとシンプルですね。まあリブ部分とかも、まあ、あんまり毛羽立ちがないような合成を使った綺麗な、リブになっていてですね、ちょっとこの締め付けも少しあの甘い感じになっています。まあ、この辺のリブがちょっと締め付けきついと一気にその古着っぽいというかクラシックな雰囲気になっちゃいますけど、モダンなねリラックスシルエットなんで、あんまりこの辺締め付けずにですね、少し緩めに作ってるのも特徴かなというふうに思います。でジップを開けると中はキルティングになっていて、中綿になっていますと。でポケットがついています。でこれ何がいいかってやっぱ風合いとシルエットですね。ちょっと着てみましょう。少し分かりにくいかもしれませんが、黒に黒なんでこのぐらいのサイズ感ですね。
176cm66kg で XL サイズを着ています。なんかこの光に当たって光沢わかりますかね。普通の MA1 よりもコットンの MA1 とかと比べるとかなり光沢強くなっているので、リネンとかシルクの風合いに近いと思います。この風合いでアウター作って中綿入れて8000円台っていうのは結構奇跡じゃないかなというふうに思います。で、今までの無印だったらこれもっとギュッてなってると思うんだよね。コンパクトサイズになってると思うんだけど、アームもかなり太いし、この袖ぐりの部分から結構太く作っているので、だいぶゆったり作られています。ここがね、袖ぐりが深く作ってあるから、例えばそのフード付きのパーカーとか中に入れたりしても全然もたつきないですし、今のトレンド感のあるビッグシルエットのインナーとかを入れても全然その着膨れとかしないですね。非常にこれいいアイテムだと思います。で、色展開3色あって、僕黒とこのサンドベージュ買ったんですけど、サンドベージュに関してはなんかちょっと無印っぽい雰囲気が若干ありますよね。なんかこれやるんだったらカーキやって欲しかったなとはちょっと思います。なんで MA1 でサンドベージュとあとブルーやってるんですよ。で、 MA1 やるのにさ、サンドベージュと、まあ、ブルーっていうかグレーかな、ブルーグレーみたいな色とブラックの3色って、いやカーキやった方がいいんじゃねえのって思うんですけど、まあ、だいぶワークっぽい雰囲気になって、ナチュラルな雰囲気、オーガニックな雰囲気になっていて、こっちのサンドベージュは、まあ、言われたらまあ無印だなって感じがしちゃうので、個人的にはそんなに好きじゃないですけど、ただまあそういうね、雰囲気がオーガニックな雰囲気好きな人はこの色もいいと思いますけど、個人的にはやっぱ使いやすくて、しかも光沢感が一番よくわかるのが黒じゃないかなと思うので、これは黒おすすめでございます。 MA1 この春着たいなと思う人、まあブランド物とか買おうと思うと結構値段高いですけども、正直この無印でも十分かっこよくコーディネート作れるんじゃないかなと思いますね。サイズ感と素材がもう完璧だと思います。最後はですね、スウェットシリーズですね。こちらのスウェットシャツ1990円を紹介させてください。まあ、スウェットシャツじゃなくても、スウェットプルパーカー、こちらですね、2490円。それと、スウェットワイドパンツ、2490円。こちらも合わせておすすめできるんですけれども、まあ、ちょっとスウェットシャツを見ましょうか。まあ、なんか、卒のないスウェットシャツではあるんですけれども、何がおすすめポイントかっていうと、まず値段が安いなっていうところ。1990円でこの素材感は、他探してもなかなか見つからないんじゃないかなというふうに思います。まあ、今ファミマのねスウェットがすごい人気で、僕も YouTube で紹介させてもらいましたけど、あれとはまた考え方がちょっと違うんですよね。ファミリーマートのコンビニエンスウェアのスウェット、まあ、前 YouTube で紹介したのでぜひ見ていただきたいんですけど、あれはもう本当に US コットンを使ってアメリカン古着、ユーズドを意識してですね、まあ、古着のそのトレンドを意識してもうがっしり本格派に作ってますっていうのがあるわけなんですけど、まあ、あれの、まあ、メリットとしては、僕服好きだ、もちろん服好きだからあのアイテムってめちゃめちゃ気に入ってるんだけど、がっしりした古着っぽい風合いにすることで生地に少し厚さもあるし重みもあるし、洗った時の乾きにくさも出てきちゃうんですね。だから日常使う、まあ、ユニクロ風に言うとライフウェア的な考え方をすると、まあ、ちょっとケアも乾くのに時間かかったりだとか、着ていてストレスがかかったりだとかってのがあるので、まあ、服好きはもちろんそんなこと気にしないし、それよりも風合いを優先してほしいとか、それよりもかっこよさを優先してほしいって当然思うので、まあ、別に気にならないと思うんですけど、日常簡易的に過ごせるっていうことを考えると、まあ、そこが US コットンとかの分厚いものを選んじゃうとデメリットっちゃデメリットなんですね。で、ユニクロとかはそのバランスをなんとか取ろうと思っていて、その本格的な古着好きにも訴えられるような素材感で、なおかつケアもしやすくて着心地もいいっていうののバランスをどう取るかっていうのを一番真剣にやってる企業だと思うんですよ。ただその分彼らは素材に結構こうね注力しすぎていて、値段が少し高くなっちゃうっていうのがあると思うんですね。ユニクロって他のファストファッションと比べても結構値段高くなってると思うんですけど、で無印もまあ高い方だとは思うんですが、こちらのスウェットシャツに関しては妙に安いんですよね。1990円なんですよ。これもう2000円高くてもおかしくないぐらいかなっていうふうに思います。ファミリーマートのコンビニエンスウェアとの違いはやっぱり着心地の良さとか、洗いイージーケアっていうところを非常に意識してると思います。これ綿素材高根率で入ってるんですけど、ポリエステルも入っていて、洗ってもこうシワ感があまり出なかったりだとか、非常に乾きやすい素材だったりするのが特徴ですね。あとはファミリーマートのスウェットとかと比べると、ああいうゴツゴツした雰囲気はなくて、かなり滑らかで光沢のある雰囲気になってます。なのでファミマのスウェットはどちらかというとアメカジっぽい着こなしが好きな人だったりとか、そういうものを欲している人には訴えかけられると思うんですけれども、例えばモードですごくクリーンなものが、クリーンなスウェットが欲しいっていう方からするとちょっとずれてるかもしれないですね。僕はどちらかというと
古着っぽいスウェットの方が好きなんで、ファミマのスウェットの方が好きではあるんですけれども、綺麗なスラックスと合わせたりだとか、モードっぽいドレスっぽいスウェットが好きだっていう方は、どちらかというとファミリーマートよりもこっちの無印の方が向いてるのかなというふうに思います。ツヤ感もあってですね、洗いやすくて軽くてシワになりにくくて、いつまでもこのつるっとした雰囲気が何回洗っても保てる。で、なおかつ、サイズ感もですね、今までの無印とは違って、だいぶゆったり作られているし、袖ぐりとかも深く作ってあるので、かなり着用してみるとですね、雰囲気しっかりあります。今っぽいストリートな雰囲気があるので、これを1990円で、提案できるっていうのはなかなかすごいなというふうに思っております。で、展開色も面白いんですよね。今回僕黒買ったんですけれども、スモーキーグリーンだったりとか、あとはネイビーですね。ネイビーカラーだったりとか、ダークネイビーカラーやってたりだとか、まあ、いわゆるグレーとか黒の本当に定番カラーだけじゃなくて、ちょっとこうひねった色を展開してくれるのが無印のいいところでもあると思います。まあ、先ほどの MA1 とかからすると、ちょっと僕はひねりすぎててなんかオーガニックっぽすぎて嫌だなと思ったんだけど、これのグリーンとかってあんま他のブランドがやらない色だなというふうに思いますね。で、ユニクロとかも展開色すごく多いんだけど、ユニクロの展開色ってなんかユニクロ独特のカラーリングがあって、なんかいかにもユニバレしちゃいそうで嫌だなっていうところが、ね、いくつかの色はあるんですけれども、特にグリーンとかの発色ってなんかね、スウェット、ユニクロのスウェットでやるとなんか微妙な色合いになっちゃったりするけど、この無印のあのスウェットに関してはですね、光沢感がすごくあって発色いい素材になっているので、グリーンカラーとかネイビーカラーとか選んでも雰囲気よく着れるんじゃないかなというふうに思っています。というわけで無印のおすすめ3選紹介させていただきました。今気づきましたけど、再生ウールコンコート、これ僕セールで買った気がするんですけど、今オンラインサイト見たらセールになってないですね。17,900円、あれこれ俺セールで買った気がするんだけどな、気のせいだったかな。でもこれ間違いなく秋冬の商品なので、多分店舗に行ったりタイミング良かったりするとこセールかかってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。すいません。まあ MA1 とかはねもう新作なので、もうセールにはかからないとは思いますけれども、これ本当におすすめ。今回紹介した3アイテム、まあ、スウェットがね一番まあ他でも代用できるっちゃできるかもしれないけど、コートと MA1 に関しては本当割と無印じゃないとできないようなとっておきのアイテムだと思うので、ぜひよろしければ概要欄の方から URL チェックしてみてください。私 YouTube メンバーシップやっております。メンバーシップではさらにディープなお話を展開しております。無印とかユニクロ GU の話だけじゃなくて、デザイナーズブランドのお話とかファッションの歴史語っておりますので、よろしければぜひ概要欄の方からメンバーになるボタンで参加してみてください。またこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。